佐々木さん、こんにちは。ご紹介をいただいてもいいですか。インクゲームズのデザイナーですね、佐々木純です。で、何年前からゲームのデザインとか出版会社を立てたんですか。はい、4年前の2010年です。はい。で、なぜオンコゲームズという会社を立てようと思いましたか。最初にゲームを作りたかったんですけれども、そのゲームをきちんと、その流通させるような形を最初から取りたいと思ってまして、最初のゲームを作るときに、じゃあ法人を作ってみようかなと思って作ったのが最初ですね。はい、はい。で、できてからどれぐらいのゲームが出版されましたか。11種類ですかね、種類。はい、はい。で、今日販売されてるのは、海底探検。はい、はい。最新作ですよね。はい、はい。で、最新作の4月にできたマスクメンも出てますし、はい、で、今までなんていうかな、じゃあ、最新作の紹介を。はい。海底探検は、みんなで一つの潜水艦に乗って海まで潜っていって、はい、で、みんなで海底遺跡の探索をして宝を持って帰るというゲームです。はい。で、なんていうかな、ゲームのトリックというのか、なんていうか、大体みんな同じ、なんだっけ、酸素ですかね、はい、酸素を使ってるから、もう酸素がなくなったら、そのまま海の奥に、はい、なくなってしまうというか、そうですね。はい。で、その ID は、どこから考えましたか。実は今回のゲームはデザイナーの名前に僕の息子の名前が入ってるんです、はい、で息子は6歳なんですけれども、はい、僕がゲームのアイデア何かいいのないかなということを考えてるときに、息子がじゃあ海底に潜っていって宝を持って帰ったらどうかなって言って、すごい、宝を持つと重くなるから帰りにくくなるっていうようなことまで言ってくれて、はい、それでも面白そうだなって言って、それをゲームにしていくときに、結構みんな一人ずつ頑張るようなゲームになりそうだったんですけど、はい、ここで空気がみんな共通っていうアイデア、これはオイクゲームズのスタッフの一人が言ったんですけども、はい、そのアイデアがすごくいいなと思って、それによって最後、完成になったかなっていうような感じになってますね。で、6歳の息子が、はい、結構デザイナーの天才に聞こえるんですけど、すごいね。かなりボードゲームやったりしてまして、はい、で、そのゲームに、ジレンマが必要っていうことを、結構いつも言ってたりして、はい、どうやったらそのドキドキが生まれるかみたいなのはよく考えてるんですよね。すごいね。で、家ではどういうゲームを子供と一緒にやってるときにどういうゲームをやってますか。テレビゲームが多いんですけど、あとは、でもあとはオインクゲームズのゲームもありますし、パパのゲームとか、はい、あとは、ジュニアカタンとか、はい、マチコロとか好きですね、はい、じゃあいつもゲームやってるときに子供と一緒に。そうですね。で、佐々木さんは大人同士でゲームやる機会とかはありますか。はい、もちろんよくやってます。その場合どういうゲームをやってるんですか。基本的には何ですかね、グラフのゲームとか、はい、駆け引きのあるゲーム、競りのゲームとかは好きですね。はい、はい、だから小早川とかそういうゲームが。そうですね、はい、そうですね。なんかプレイヤーが自分たちでこう工夫して面白がれるゲームみたいなのが好きです、はい、例えばモダンアートとか、はい、プレイヤーがこうセールストークを自由にすることができて、そういうところがすごく好きで、そういうゲームが好きですね。わかりました。で、今小早川とダンジョン・オブ・マンダムの海外版が、はい、決まってるんですけど、はい、その例えば小早川のデザインの変わったところとかはどう思いますか。もちろん悪口はできないと思うんですけど、印象はどうですか。僕らもまだその海外で実際どういうデザイン、はい、どういうグラフィックが増えるかっていうのは、
あまりわからないところがあるので、はい、その辺は基本的には出版社さんにお任せして、うん、はい、その出版社さんで売れると思うものを作ってもらうような形になっていますね、うん、はい、はい、うん、でその小早川とダンジョンのマンダムが、まあ、もう決まってるんですけど、はい、その前に藪の中かな、はい、がフランス語版もできましたが、はい、なんていうかな、その藪の中とダンジョンのマンダムの間の出たゲームは、はい、まだ海外版がない。そうですね、いろいろお話はいただいたりするんですけれども、随時、まあ、相談中という形になります、ね、はい、うん、でマス面のことは海外版の、期待してる人が結構多いらしいんですけど、そういう可能性はありますか？はい、可能性はあると思います、うん、で僕らも、まあ、海外の出版社さんと組んでやるっていうこともこれからもどんどん相談をしていきたいと思ってるんですけど、はい、クラウドファンディングとかで、うん、海外のそういう実際欲しいって言ってる方々と協力して作るみたいなこともできたらやってみたいなと思ってる。キックスターターみたいな。そうです。うん、で今まで日本のゲームでキックスターターが なんていうかな、目的を達成したのは、金井さんのデザインと横内さんの、はい、あ、そうですね、うん、でなんかちょっとリスクとかなんていうかな、キックスターターをやって結局500人とか1000人にしか遊べないという気持ちは、はい、そうですよね、うん、まあ、やっぱりどうしても最初実際どのぐらい欲しい人がいるのか、出してみて本当に売れるのかどうかみたいなところも知りたいと思います、はい、なので、まあ、そういうところでちょっといろいろこう調査をしてというか、うん、経験を積んでということが大事かなと思います。あ、そうですね、試しで、うん、そうですね、はい、今日のインタビューありがとうございます。ありがとうございます。